まずは一言言わせてください。ことちゃん、保育士資格取得おめでとうございます。こんにちは、Eテレ大好きプリママです。プリママのお部屋では、最近気になった Eテレ関連ニュースなどについてゆるーく配信していこうと思います。皆さんもうご存知だと思いますが、今回いないいないバーの4代目お姉さんを務めたことちゃんこと久賀ことみさんが、ご自身のインスタグラムや YouTube にて保育士資格取得しましたと発表されていましたね。今回のこの嬉しい報告に SNS 上では、かつて子供がテレビでお世話になった親御さんも歓喜の様子がたくさん。すごい、昔から見てたから本当に感動です。おめでとうございます。中学生の息子がちょうどことちゃんがいないいないバーを始めた頃に見ていて、その後はワンダーランドで娘が見ていましたという書き込みも。さらに同世代からも、ことちゃんおめでとう、ことちゃん世代でずっとことちゃん大好きです、私も保育士資格ちゃんと取れるように頑張りますなどのコメントが書き込まれているようです。プリママもことことチューブが始まった時からずっと見ていて大ファンだったので、今回のことちゃんの資格取得がとっても嬉しかったです。今回の保育士資格結果発表動画もとっても楽しく拝見させていただきました。概要欄に URL を貼っておきますので、ぜひ皆さんご覧ください。ことちゃんが50の質問に答えたり、お仕事の撮影の裏側を紹介したり、高尾山に登ったり、とっても素敵なチャンネルなんですよ。おすすめのチャンネルなので、皆さんぜひ見てみてください。特に加藤もあちゃんとのやりとりが面白いんですよね。チャンネルではもあちゃんが声の出演をしているんですけど、このお二人の仲の良さがとっても伝わってきて、とっても幸せな気持ちになるんです。保育士資格結果発表動画でも、ことちゃん以上にもあちゃんが喜んでいる姿がとっても可愛かったです。ちなみに加藤もあちゃんはワンワン祭りみんなでわっしょいのもぐちゃん役をしていたり、他にも舞台、キャスターなど活躍している方です。要チェックですよ。ここで皆さんご存知だと思いますが、ことちゃんのプロフィールを少しご紹介させていただきます。2歳の頃から芸能活動を開始、ドラマや CM、 子供チャレンジプチに出演。この頃からいないいないバーの雑誌に登場していました。小さい子供たちの一人として登場したこともあります。2007年4月から NHK 教育テレビいないいないバーに4代目お姉さんことちゃんとして出演。2011年3月25日分の放送をもって通常放送を卒業し、以降は集まれワンワンワンダーランドに出演。2015年3月29日の放送をもってワンワンワンダーランドを卒業。卒業後も東京公演に年1回ゲストとして出演されています。ワンワンワンダーランド卒業後に開設したブログでは、ことちゃんとして就任していた時には髪型を変えることができなかったことや、就任期間中に身長が45センチも伸びたことを書いていらっしゃいました。実は私も大学で保育士資格を取得しました。大学で取得するのも大変だったんですが、ことちゃんは八谷学院の教材で資格取得をされたみたいです。とってもすごいと思います。これからは資格を生かしてお仕事などもするんでしょうか。小さい頃から芸能界でもいろいろな経験をされて、たくさんの子どもたちと関わってきたからこそ、その経験を生かして教育業界でもたくさん活躍できそうですよね。ことちゃんともあちゃん、これからも活躍を期待しています。頑張れー。これからも YouTube 楽しみにしていますね。サブチャンネル E テレクイズでは、 E テレに関するクイズを出題中。こんなことをレポートしてほしいなど、ご意見ご要望ありましたら Twitter、DM よりお待ちしています。あ、ファンアートも絶賛募集中です。それでは次の動画でお会いしましょう。